けられ、無事にお家に帰ることができたマーロ。マーロはお母さんに、イリアとの大冒険のことをお話ししました。お母さん、ただいま。マーロ、一体どこへ行っていたの？何時間も戻らないから心配したわ。あのね、人間に会って、それで助けてもらったんだよ。人間？僕が悪いやつに捕まってたら。お母さんはとても驚きましたが、マーロの話をちゃんと聞いてくれました。マーロを助けてくれた人間はいい人間だったのね。そうだよ。強くてかっこよくて優しかった。僕ね、お兄ちゃんみたいにかっこよくなりたい。そうね、私たち魔族でも助けてくれるような、そんな強い人だったら素敵ね。うん。マーロとイリアの出来事は、世界の中ではとても小さな出来事でした。でも、マーロとイリアの間には種族を超えた温かなつながりが生まれていました。このつながりがもっともっと広がっていく日は、そんなに遠くないのかもしれません。